急遽思い出して、なんか、その流れに乗っちゃったとか、ありません？うっかり屋さんです。物忘れすごいんです。もう地方気味です。とか、はい、そういう方は、あなたの時代がやってくるよ。運が覚醒する気運上昇チャンネルの高見です。皆さん、今日もですね、昨日に引き続き、ミコさんに来ていただきました。やっほーミコです。ありがとうございます。昨日に続いて、ありがとうございます。まあ、昨日はですね、はい、まあ、虎の日一粒万倍の14日の話をね、させていただいたんですけどね、今日はですね、虎の日一粒万倍にお届けする宇宙元旦以降に起こる出来事。どういうことがね、どういう世界になっていくのか。はい。はい、ね、3月21日以降にね、どういう世界になっていくかをですね、はい、話していこうかなと思いますので。させてもらいたいなというふうに思います。はい。今日からね、見られる方もね、いらっしゃるかもしれませんので、はい、はい、ちょっと簡単な自己紹介をしていただくと。ジャッホーっていうような感じで、はい、スピーチューバーズミコですって感じで、日本スピーチューバーとして活動させてもらっています。本業はアカシックリーダーという、宇宙クラウド、すべてのね、情報が入っている宇宙クラウドみたいなところにつながりながら、メッセージを下ろしていく。地球これからこうなっていく。今すぐ幸せになる方法こんなことだよってことをね、メッセージとしてお話しさせてもらっています。で、それだけじゃなくプライベートで東京離婚っていうのをさせてもらっていて、旦那さんとは離婚したんだけども、小六くんの男の子をね、家族として一緒に育ててるっていうような感じで、こんなこの自由なポップな新しい新時代のスピリチュアル、ネオスピっていうような感じでお伝えさせてもらっております。はい、宇宙元旦が、はい、いよいよ、そうですね、はい、やってくるかなと思うので、はい、それについて、そうですね、うん、早速ね、やっていきたいと思いますが、はい、お話しさせてもらおうと思うんですけど、はい、はい、じゃあまずはですね、はい、じゃあ場を決めるってことで、ユニーさんのつながり、はい、ティンシャのトレ、はい、ありがとうございます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでね、はい、早速ね、はい、3月21日、はい、春分の日、ね、宇宙元旦以降ですね、はいはい、もう早速ちょっと聞いちゃおうかなと思うんですけど、はい、どういう感じになっていくんですかね。どういう感じになっていくかってところちょっとお話ししていこうと思うんですけど、はい、宇宙元旦って春分の日っていうふうに言われてるじゃないですか。はい、で、地球的に言うと、はい、1月1日が元旦だよっていうふうにここにスタートしていくよっていうふうに言われていて、これってこの地球の概念においてのスタートなんですよ。はい、だけどこの宇宙の惑星の並び的に言うと、はい、なんか宇宙の流れ的に言うとこの春分からがスタートになっていくんです。はい、そう、だからかなり大きなエネルギーの切り替わりになってきていて、で風の時代、新しい時代、こうなんかネオスピの時代と私言ってるんですけども、それ以降かなり世界が変わってきてるから、かなり大きな、なんていうかな、分岐の時ではあるかなって思っているんですけど、はい、じゃあこの時にどんな風なことが起きてくるかって降りてきてるんです。私この宇宙からずっとメッセージを下ろしているので、はい、どんな世界になってくるかっていうとね、メモリー機能がなくなる世界って降りてきてるんです。なるほど。そうなんです。ピンときた方はすごいと思うんですけども、メモリー機能がなくなって、デジタル系のメモリー機能じゃなくて、うん、はい、こっち記憶の方っていうのがなくなっていきやすくなる世界になってくる。いやね、こんなふうなことありませんか。なんか全然忘れちゃっていたけども、はいはい、なんか急に思い出して大丈夫だったってことよくありません？ははありますね。ありますよね、はい、なんかこれはすごい忘れちゃっていたんだけども、はい、ふっと思い出して、あ、ギリギリ大丈夫だったとか、はい、全部忘れちゃったけど、なんか流れがすっと起きて、はい、急遽思い出して、なんかその流れに乗っちゃったとか、ありません？こういうのがものすごく増えてくるっていうのが、この宇宙元旦以降ちょっと大きく出てくる感じのエネルギーなんですね。で、これどういうことかっていうと、この地球ってやっぱり覚えておくということで、過去のエネルギーから今っていうのを生きて、ここを進んでいくじゃないですか。はい、でもこの宇宙の流れ、はい、宇宙の創造の流れって別に記憶とかそういう風なものではなく、流れに乗って物事が進んでいったり、こうスーッっていう風に入ってくる。でこういうような宇宙意識、宇宙の流れに乗りやすくて、宇宙意識の世界に宇宙元旦以降慣れやすくなってくる。そう、なので逆に自分のメモリーとか、はい、高見さんの記憶力とかっていうのもどんどんこのなくしていくような感じの流れが起きやすくなってきます。
なんかすごい世界変わりますね。世界変わりますね。はい、でね、ここでちょっとなんていうかな、はい、怖いとか、はい、記憶なくなっちゃったらどうしようとか、はい、やばいじゃんと思う方がいるかもしれないんですけど、はい、これ大丈夫で、なくなってもかなり流れが起きて、必要なものだったり、あなたの大事なことっていうのは必ず思い出されたり、流れが起きてくるよっていう世界になる。うっかり屋さんですとか、はい、物忘れすごいんですとか、はい、もう地方気味ですとか、はい、そういう方はあなたの時代がやってくるよってぐらい、それがいいよって、はい、オールオーケーやでっていう時代になる。あ、じゃあ安心できますね。安心できます。で、その安心っていうのを今皆さんが体感をしてもらうというのが、こう3月21日元旦以降起きやすくなってきますね。それを今なんかな、宇宙の流れとして作っている感じです。で、これって今年の初めぐらいからのエネルギーとしてあって、3月の20日21日の元旦以降さらに強くなってくる感じなので、あの物忘れとかがひどくなるかもしれないんですけどそれはご安心くださいというふうに思いますね。いやー、うん、でも確かに、うん、ちょうど陽のエネルギーが高まってきて、うんうん、で陽のエネルギー受けるとちょっと疲れちゃったりとかして、はい、で睡眠不足だったりとか、ちょっとそうするとちょっと物忘れも多くなったりとか、うん、ちょっとなんか心配しちゃう不安とかあるけど、はい、全然じゃ気にする必要ないですね。気にすることないんです。その時に、あ、大丈夫だと思ってもらいたいし、うん、これ忘れないように忘れないよ忘れないようにっていう風に頑張んなきゃいけないね、はい、時もあるかもしれないんだけど、はい、これぐらいはいいやと思うところではちょっとゆるっとしてもらう、もし必要なら思い出されるよねぐらいに思ってもらう、このだからゆったりとした気持ちっていうのをね、ぜひね持ってもらいたいですよ。おー、いいですね。そうなんです。安心できますよね。安心できますよね、はい、この安心っていうのが、あの宇宙と共鳴していく、はい、あの宇宙の流れと同調していくエネルギーになってくるので、はい、これから あの宇宙元旦以降というか、はい、風の時代にお月の時代のこの宇宙意識の時代の流れに乗りやすくなるので、はい、いや僕なんかそれ聞いてて、僕も実はおすすめのアクションがあって、はい、はいはい、それがあの瞑想なんですよね。瞑想、そう実は僕あの今まで動画で、ね、瞑想の話ってほとんどしたことなくて、そうなんですね。そうでもあの今回の頭天とつながるっていう意味でも、はい、この瞑想っていうのは実はちょっと今勉強してるところなんですよ、はい、そうで、しかも瞑想めちゃくちゃやられてるんですよ。そうなんです、はい、私あの瞑想アーティストでもやらせてもらっていて、はい、私もともとシンガーソングライターで歌をやってたので、はい、場のエネルギーを集めて高次元に持っていくっていうのが、はい、プロフェッショナルなんですなので、いろんなエネルギーを使ってこう瞑想ってところをやってもらってて、はい、もう瞑想するとエネルギーが本当に変わっていくので、うん、はい、高見さんの瞑想もめちゃくちゃ楽しみです。いやーね、やっぱそのフラットになって、しかも天とつながるっていうね、はいはい、やっぱそういう一日を通してそういう時間って絶対いると思うんですよね。そうですよね、はい、なんか昔の人って例えば畑仕事とか夢中になっているこの時間が瞑想状態だったんですって。でもこの今私たちのこの生きているこの社会って、はい、なかなかその時間が持てない、うん、だからこうなんかな、宇宙と同調しにくくなっちゃってるので、はい、そうなのでぜひこうなんか日常の中に瞑想を入れて、ね、ぜひぜひ、特に今なんか情報過多になってるじゃないですか、はい、江戸時代の1日の、うん、農民の人の情報が、はい、1日か1年の情報が、はい、なんと今の日本人の 1日らしいんですよ。だから1日過ごしてる情報っていうのはもう江戸時代の人たちの1年分なんですよね。だからそうなるとなんか、ね、選ぶものをなんかどれを選んでいるかわからないとかなっちゃったりとか、そうするとなんかね、あの不安にもなっちゃうし、でなんか誰かに頼ってけど、でもその人もやっぱ情報過多だから分かんなかったりって、なんか取捨選択ができなくなっちゃうと思うんで、だからこそこういった瞑想でなんかその自分と向き合うっていう時間はめちゃくちゃ大事だと思う。すごく大事ですね、うん、やっぱ瞑想いいですよ ね、 いいですね。ぜひ1分とか2分とか3分とかでもいいかなと思うので、うん、難しく考えることなく、はい、深呼吸っていうような感じで、うん、あのしてもらえると、深呼吸って、はい、あのこの宇宙とつながる物理的な方法なんですよ。で、息を吸って吐いてっていうこの循環、この循環を意識していくと宇宙と同調してくるんですよね。なんか深呼吸って普段するときってないと思うので、そうですよね、うん、ぜひちょっと意識してやられるとね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと。めちゃくちゃいいですね。あと気持ちいいですね、深呼吸して。この気持ちいいを感じるのはまた宇宙と同調して流れ。そうですね。はい。そうですね。僕もなんかその気持ちいいを感じるために、あのさ、
福岡に大濠公園ってあるんですけど、はい、そこにね、なんか散歩するんですけど、そう、まあ湖みたいなぐらいでかい大きいところがあるんですよね。で、そこでなんか見ながらなんか深呼吸するとめちゃくちゃいい空気吸えるんですよ。なんか素敵素敵はい。でもなんか本当自然に触れるっていうのはめちゃくちゃいいと思うんで、いいですよね。なかなか歩くことが苦手で、あ、そうなんですね。散歩ができない。なんすかそれ、散歩できないって歩くと地球って足が痛いなと思ってで、私の癒しって実は高層階なんですよ、はいはい、あ、なるほど、うん、高層階の野球を見ることが自分の癒しで、はい、心がほっこりする、で、これ人それぞれだと思うんです、うん、で、自然もすごい素晴らしいし、ね、ご自身が気持ちいいっていう風な感じる、はい、なんかポイントを探してもらいたいなって思っていて、私も昔自然が好きだと思ってたんです、でも本当の自分をね問いかけてみたら、はいはい、キャンプとか全然好きじゃないので辛い辛い辛いと思ってそれは僕もちょっと一位に自然は好きなんですけどスタッフさんめちゃくちゃ並んでたんですよ、ね、なんかディズニーランドにミコちゃんと行こうって企画があったんですけど、はい、ミコさん歩けない歩けないなんかね、カプセがやっぱね、水の宇宙人だったらしくて、はい、水にいるとか空飛んでる系が多いんですよ、なるほど、地球って歩くじゃないですか、ちょっと難しいんですよね、なるほどですねカメラ回す前にそんなミコさんね、ミコ愛をねずっとスタッフさんめっちゃずっと名言名言で、ありがとうございます。めっちゃ愛されてるなっていう、もう本当にミコファンの人、視聴者さんの人に支えられて、うん、こんななんでいるので本当にみんなもおかげと思ってるんで、今日初めて見た方もこんなんですけどもメモリー機能本当ないんですけども、それでもね絶対大丈夫だよっていう、ね、流れがこれからさらに起きやすくなってくるし、私ね自分で言ってる言葉があって、ポンコツ最高って言ってるんですよ、はい、あ、なるほど、うん、ポンコツっていいじゃないですか。いや、それね、本当に思います。ああ、ですね、はい。ちゃんとしなきゃいけないところもね、もちろんあると思うんです。生じなきゃいけない場所もあると思うけど、そうじゃないところでは、ゆるっと、ポンコツでもなんか許される世界ができたらいいなと思って、ね。はい、本当ね、ポンコツがダメなわけじゃ全然ないと思うんですよ。ですよね。はい。ですよね。なんかそれに対して、あ、私ダメなんだって思う全然なくて、で、いろんな人がいるし、で、いろんな人の価値は絶対あるんですよね。才能もあるし、だからそこになんか人と比べる必要ないし、うん、むしろ僕もポンコツだと思ってるんで。なんとまた宇宙元旦以降、本当にポンコツが輝く世界がどんどん広がっていく、ネオスピの時代に宇宙時代になっていくかなっていう思うんでね、ぜひぜひポンコツで生きていきましょう。そうですね、はい、話でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今日はですね、3月21日、はい、宇宙元旦ね、以降ね、世界ということで、はい、なんかでもね、なんか話聞いてるとすごい安心しますね。そうですね。ね、ワクワクしてくるんで、はい。不安になったら、なんかうちのチャンネルだとかでね、ミコさんのチャンネルね、そうですよ。ミコのチャンネルの方で、タカミンさんの、うん、宇宙元旦、ね、こうなるよって話を、今、さっきほどしてくださったので、ぜひこの動画見終わったら、ね、ミコのチャンネルの、ネアスピチャンネルの方に、来ていただけたらなって思います、ね。はい。概要欄にね、貼っておきますのでね、はい。そこからで遊びに来てくださいね。ぜひチャンネル登録試合1個、はい、試合1個、で、こっちから来たよ、あっちから来たよっていう風な感じで言ってもらっていいかなと思います。そうですね。ね、今日もみこさんがこっちに来るって言って、ツイッターとのコメントで、YouTube のコメントでね、うん、聞きましたよとか言って、あ、そうなんですね。はい、だからすごい楽しみにされてる方もいらっしゃったんで、みこファンの方もね、高見さんが大好きなんで、嬉しいですね。ね、いや、今度も神社一緒に参拝しましょう。しましょう、しましょう。ね、本当に先ほどね、そんなふうな企画が生まれてきてるので、ぜひこれからもよろしくお願いします。と思うし、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、みこさんと一緒に、宇宙元旦以降の世界について話しました。はい、そんなね、宇宙元旦がね、素敵な、ね、その素敵な一日がね、過ごせるように、宇宙元旦のね、日々を過ごせるように、鈴の音でお別れしたいと思います。それでは、明日の動画でお会いしましょう。